今日も始まりました毎日聞いてね日本語コンテッペイをパトレオンの皆さんありがとうございます Facebook のグループの皆さんもありがとうございますあいとのセットもありがとうございます レディットや他のサイトで素敵なレビューもありがとうございますはい皆さんこんにちは、えー、日本語コンテッペですねよろしくお願いします今の歌わかりましたかね最初にパトレオンの、ね、皆さんありがとうございますそしてフェイスブックのグループのみんなありがとうございます そして、愛登記の生徒の皆さん、ありがとうございます。そして、えー、その後、ちょっと聞こえなかったかな、えー、レディット。レディットラディット。<laughs> どっちだっけ <laughs>、えー、ちょっと待ってくださいね。今、調べますね。レディットラディットどっちだっけ、えー、日本語コンテペイ。えっ、ー、とね。レディットですね。レディットっていうあのサイトがありますよね。これね、Google で、 日本語コンテッペイと打つと r e d i って出るんですよね。はい。あのこれじゃないね ?Do you mean? みたいな、ね、そういう感じで出るんですよね。えー、Learn Japanese というなんかポスト、えー、フォーラムコミュニティで日本語コンテッペイの話が出てますね。うん、そこで、えー、素敵なねあのレビューというか、まあ、あのそういうことをね えー、書いてくれた人本当にありがとうございます。これ誰なのかな？誰なんですかね？ちょっとあの三マンサー号、フォーマンサー号と書いてますけど、あのー、なんか本当にみんなありがとうございますね。こう書いてくれてる人、うん。あの how effective かね？日本語コンテンペイが how effective なのかねど？どれほど効果的なのかね？どれだけ効果的？どれほど効果的なのか？それを書いてくれて。 あのね、これは本当にあのやってみないと分かんないですよね。あの日本コンテッペイを毎日聞いている人は本当に分かってると思うんですけどこれはですねすごく効果的です。本当ににエフェクティブな方法ですすね勉強をするの,にあのもしね 1, 1年間日本語コンテッペイを聞き続けた人はあの1年間日本語コンテッペイを聞いていない人に比べると ものすすすすごごいい差差ががありますねすごい差が出ま出例えば2人の人がいて1人は日本語コンテンペイを毎日聞く1人は日本コンテンペイを毎日聞かないだから何も日本コンテンペイは聞かないあの例えばもう本当に教科書だけねみんなの日本語とかそういう教科書だけで勉強する1年後にその2人のねレベルをチェックすると日本語のレベルですねどっちが 日本語が上達しているかもうこれは分かりますねもちろん日本語「コンテッンペを使っ毎日聞いていた人。ね、これはそのもうこれはねこれはもう本当にねトゥルースです、ね。ポストトゥルースじゃないですよ。もうこ,れこ,れこれはトゥルースです。ね、トゥルースこれは言ってみればあの、えー、どれぐらいトゥルースか。どれぐらいトゥルースでしょう。もうあの僕がワポ <laughs> また言いましたね。僕がワポ。<laughs> ワポ。ワポ知ってる人は知ってますね。ワポワポワポ。えー、ワポというのはグワポ。ね、グワポスペイン語でのグワポの,あの、まあ、スペイン人はワポっていうんですね。ワポとかワパ、えー。ハンサムっていうことですね。えー、だから、まあ、僕がハンサムであるというぐらいのトゥルースが日本語コンテッペイがハウエフェクティブかというそれぐらいの。 トトトゥゥルルーースススでであると、まあ、これはポストトゥルースですかね <laughs> やっぱり <laughs> 僕がワポというのはねある意味ポスト・トゥルースですからあの本当にもうこのねまああのちょっと別にドナルド・トランプをあの批判してるわけではないです僕は別にあのニュートラルですからあのドナルド・トランプがいいとか悪いとか言ってるわけではないんですが、まあ、ドナルド・トランプがあのアメリカ、ね、合衆国の大統領になりね えー、そして、えー、ブレイクシットが、まあ、事実起こるという、まあ、そして、もしかするとね、誰だっけ、もうなってるのかな、もうあの僕がこの日本コンテペンをアップロードする頃には、ボリス・ジョンソンが、えー、イギリスの大統領の、えー、プライムミニスターになってるかもしれないというもう、このポスト・トゥルースというか、もう、なんていうの、パラレルワールドの世界では、 もう僕がワポであろうとワポでなかろうともうどうでもいいんですよねそれぐらい自由な世界になってきてますねだんだんおめでとうございます皆さんビエンベニード・あニュー・ワールドみたいな <laughs> 本当にビエンベニード・はニュー・ワールドですよ、ね、ヌエバヌエバムンドヌエ,ヌエボムンド、ね、本当にそ,のそんな感じですね皆さん元気ですか、えー、僕はねもう中ハイ飲んでますはい えー、グレープフルーツサワーまあチューハイというのはお酒ですねはいもう飲んで飲んでないとやってらんねえやという感じでねちょっと江戸区長で話しますね江戸これね江戸の話し方やってらんねえやーみたいなあらあらこのねちょっとスペイン語っぽいねっあリコーみたいな、ね、やってらんねえよーみたいなやってらんねえよーっていうのはやってられないよのことですねやってられないよ やってられないよってどういうことですかねやってられないよ。もうなんかあの、まあ、I cannot, I cannot live, live じゃないな。I cannot do without みたいな。もうあの、なんか、なんか、I need アルコールみたいな。まあそういうことですよね。やってられねえよ。酒でも飲まねえとやってられねえよみたいなのは。 え、スタンドじゃねえよ。I can't not。はあ、これ何ていうのかな英語だとね。ニュアンスが難しいですね。まあ、とにかく I need to drink っていうことですよ。このね、ニューワールド。ね、ブランニュー。このニューイラーにはもう飲まなきゃやってらんねえ。これはね、どういう意味かというと、まああの、うーん、まあ分かりますよね、皆さんね。だからこんなね、あの、 世界はまあ楽しいけど僕はいつもポジティブですけどあの世界はすごくね今ケけケ,ケオスというかカ,カオティックな世界にいますよねカオティックなねまあこういう世界では酒でも飲まねえとやってらんねえよってまあそういうことですね。I need to drink、ね、そういうこと、ね、を話しているえー、っとね今日ね今日ちょっとさっきあのアメリカ人の生徒とあの、まあ、今日といってももうこの これをアップロードする時にはかなり前ですけど、えー、アメリカ人の生徒と話してたんですね。えー、漢字とかね、そういうことについて、ね。彼はワニカニのレベル6って言ってたんですけど、僕はそのワニカニのレベル6がすごいのかすごくないのかもよくわからない。い、ね、や、<laughs> やったことないですから。でもね、最近ね、うちの奥さんがやってるらしいです。ワニカニをね。ということであの、素晴らしいことですね。奥さんが日本語を勉強している。えらいえらい。 ね、ということで、あのー、僕の生徒さんはアメリカ人で、えー、レベル6って言ってたんですよ彼は「ワニカニアでもレベル60まである」って言って「おおそんなにあるの?」みたいなちょっと僕には分からないすごいのかすごくないのかねでも皆さんレベル何ですかワニカニのレベルいくつですか、ねまあ、とにかく、えー、彼と話してて、えー、アメリカはあの米国って言いますね日本語だと。 米国、ね、米の国と書いてアメリカ、ね、米国これね変ですよねだって米国ってむしろ日本じゃん、ね、日本は米を食べますよねあアメリカはパンでしょだからパン国とかねそういう方がいいんじゃないっていう話、ね、むしろ僕はドーナッツ国とかね,ねドーナッツ国、ね、クリスピークリームドーナッツみたいな感じでドーナッツ国大統領ドナルド・トランプ みたいなね、ドーナツ食べてそうな顔してますね。<laughs> また別に僕はドナルド・トランプを批判しているわけでもアンチでも何でもないニュートラルですから、ね、ニュートラルだけどまあ大統領ですからね大統領というのはちょっとしたクリティシズムとかまあいいじゃないですかおおらかにねおおらかにオープンでお願いしますね,、えー、ね。寛容に寛容に寛容寛容ね。 寛容というのは、あの、うん、どんな感じかな、オープン、オープンとはちょっと違うか。寛容というのは、まあ、アクセプタボね、まあ、アクセプトしてくださいよ。ね、あの、パワフルな人はね、こういうジョ,ジョークをね。まあ、そういうことです。こういう冗談、ジョーク、こういうのを、あの、パワフルなポジションにいる人は、アクセプトするべき、受け入れるべきだと、僕は言ってるんですね。えー、まあ、とにかくドーナッツ国とか、まあ、あとね、スターバック国。 スターバックスがたくさんある国まあ日本,日本もそうですけどまあある意味コロニーですかねスターバックスコロニーですからあのー、スターバック国これどうでしょううん、ね、あとマクドダマクドじゃあマクドナルド国はちょっとあれなんでバーガー国ねハンバーガー大好きねあとコカ・コーラ国ね、まあ、パン国スターバック国、えー、ドーナツ国この辺どうですか まあ間違っても米国っておかしいですよねだって米だから、ね、米の国それ日本でしょ、ね、もしくはタイ、ね、<laughs> もしくはベトナムその辺ですよね米の国といえば、まあ、中国もそうですし韓国もそうかもしれないけど、ね、アジアですよねでもアメリカに米国とつけたこの日本のね まあ,ある意味ねカリフォルニアは米国でもいいかもしれないね米がたくさん取れるからでもアメリカ人って米好きじゃないでしょ別にね僕は毎日米食べてますよだから僕の方が米国って感じですよね米国のねでもなんかアメリカが米国ってねちょっと変な感じですよねというまああのどうでもいい話から始めてえっと今日のねトピックに移ろうと思います今日のトピックは えー、今日の僕の僕リトルアドベンチャーについいいて話したいと思いますその前にもう一回、えー、グレープフルーツサワーを一口うまいねセブン‐イレブンのねグレープフルーツサワーえー、いくらだ百100円 <laughs> 安いね安くてうまいね安くてうまいこの酒<ん>いいですね <laughs> 安くてうまい酒最高ですねどうですかあの テキサスの、y、さん、ね、あの日本に来たらこのグレープフルーツサワーでちょっとあの乾杯したいですね <laughs> まあもちろんビールねもちろんあの朝日のビールキリンのビール札幌のビールねそういうのを居酒屋で飲むのもいいでもねこの,あのコンビニのチューハイこれもちょっと飲んでほしいですねせっかくだからね日本に住んでいる人は分かりますよねこのコンビニのチューハイこのね えー、危険性 <laughs> この美味しさそして危険性これ危険危険ですねセブンイレブンの100円のお酒これ危険ですね気をつけてくださいね、えー、くれぐれも皆さんが二十歳以下二十歳未満の人はあの気をつけてくださいねよくあの日本に来た外国人がねまあ18歳とか19歳でもコンビニに行ってあれは買う時にあの 二十歳以上ですかみたいな「あのはいいいえの、ね」のボタンが出るんですね。そしてそれをね自分で僕が二十歳といえば、ね、例えば18歳でも「はい」を押せば、ね、そのスクリーンで「はい」を押すとあの別にお酒が買えるんですねこれぐらい緩いシステム。緩いというのは、まあ、ちゃんとしてないプロパーじゃないということですね。緩いシステムなんでそれをねあのまあ まあ悪く使おうと思えばあのチートできるんですよね全然嘘嘘がつけますねあの全然何の問題もないでもね二十歳以下はちょっとあのお酒は僕は飲まない方がいいと思いますよちなみに僕は飲んでました <laughs> ちなみに僕は18歳の時はお酒をガンガン飲んでましたしなんでそれしょうがない大学生ですからね18歳でね あの僕は初めてお酒を飲んだのは、まあ、多分もっと子供 <laughs> もっと子供の時ですねまあでも本当はやめた方がいいと思う本当はというかまあ僕も親ですから自分の子供はお酒を飲んでほしくないですねあの大人になるまではねでもまあまあね <laughs> あのここではね飲めと言わないです、ね 飲まないでください、ね、あの20歳以下の人は飲まないいでください20歳以上であの宗教とかね関係なくお酒をあの飲んでいい人あとお酒が好きな人はぜひぜひセブンイレブンのこの中ハイ試してみてください、はい、今日のトピックですね今日ねもう時間ない今日どこに行ったか、えー、今日は、えー、と自分の住んでいる駅の、えー、2つ隣の駅まで歩いてきました。 えー、新宿から僕の住んでいるところは新宿から、まあ、15分ぐらい駅で12分ぐらいのとこなんですけどその先ですねその先、えー、2つ目の駅に行ってきましたで、えー、初めて行きましたで僕はねこういうリ,リトルアドベンチャーこれからね僕はあのこういうことをリトルアドベンチャーと呼ぶようにしますあのえっ、ー、とカルんカルロスじゃない何か、えー ロベ,ルトさんね、ロベルトさんがあのレビューで書いてくれたように、ね、僕はリトルアドベンチャーを、ね、あのいつもこの,あの「日本コンテンペイ」では話してますからあのそれを、ね「リトルアドベンチャーと」と、ね、日本語っぽく、ね、発音しますよ「リトルアドベンチャー」「リトルアドベンチャー」ね「リトルアドベンチャー」を大事にしたいと思います。<laughs> そして、えー、今日はですね隣の隣の駅、ね、ネクスネクスステーションにちょっと行ってきて。 えーっとね歩いて行ったんですけど、えー、40分ぐらいかかりました遠かった遠い40分歩きました東京のあのシティセンターですねあのセントラルあのの方、ダウンタウンの方はあのひ1駅、ね、1つの駅2駅2つの駅は、まあ、結構あの距離が短いですねでもあの僕が住んでいるエリアになると1駅の区間なんから駅と駅の間 区間言いますねこれがかなり遠い <laughs> 遠いだから,駅歩くのに20分ぐらい歩きますだから40分ぐらい2駅で40分ぐらい歩いたんですけどまあいい運動になりましたいい運動ねいい運動、ね、いい運動グッとエクササイズいい運動になりましたでもねあのうん <laughs> 面白くはなかったですねあまり。 ななぜかかとというと何もなかった本当に家,家がたくさんあって道があっただけ <laughs> 何のお店もないしコンビニもほとんどない、ね、あのすごいレジデンシャルなエリアでちょっとつまんなかった <laughs> つまんなかったそしてあの駅について何をしたかというともう何もすることがないあのそこには大きなねあの、まあ、デパートメントストアというか、まあ、ショッピングモールみたいのがあって。 伊東洋華堂っていうねあのショッピングモールがあってその中にはあの何もない、まあ、あの子供服子供用の服ですねあと大人の服そして一番上の階はあのキッチンツールス <laughs> だからそこであのちょっとセールになってたフライパンフライングパンですねフラインパンフライパン日本語だとフライパンフライパンフライングパン。 えー、パンを買って帰りました <laughs> パン安かったんでねパンを買いました、ね、ティファールとかじゃなくてあのなんか別のなんか安いパンを買って帰りました <laughs> それが僕のリトルアドベンチャーですね今日の今日はフライングパンを買ってトイレに行って、えー、戻ってきました帰りは電車で帰ってきました行き,は行きは歩き帰りは電車ちょっと疲れましたからね そして、えー、自分の、えー、家の近くのねセブンイレブンに行って、えーハイを買ったそれだけですこのリトルアドベンチャーどうですか、うん、面白い面白くない <laughs> でもねあのそんなもんです毎日のことですからあの大したドラマもなく、ね、全然あのドラマチックでもないし恐竜も出ない、ね、恐竜、ね、ドラゴンじゃないダイナソンダイナソンも出ないしあのー ロマンスもない、ね、別にあの可愛い女の子がいたわけでもないまあまあいたといえばいたけどその何、ね、ロマンスがあったわけでもないねロマンスがあってもダメですからね僕はあの結婚して子供もいるのでちょっとラブストーリーはまあ,あのネクストライフで <laughs> ネクストライフこれ悲しいな,かな考えると悲しいですねあのまあもちろんね奥さんとのラブストーリーはあるんですけどその他の人 他の人とのラブストーリーがちょっとネクストライフということで、ね、<laughs> あの日本語だとライセと言いますね来世これはちょっとあのライセ世これはちょっとワニカニだとレベル60ぐらいですかね、えー、ネクストライフのことはねライセと言いますねこれちょっと仏教仏教っぽい、えー、ちょっとあのブディズム的な考え方ですねはいなのでネクストライフで、えー、ラブストーリーはよろしくお願いします <laughs> また皆さん「ちゃおちゃわスタるがバイバイキンバイバイキンバイバイキン」。